はい、アラフィフ婚活中のだとかわいりょうこです。今回はなんとマルニのワンピースとスカート、そして超ド派手なヒートテックを着用してみようと思います。最後にコーデをやっていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。アラフォーアラフィフ女性がプチプラで様になる大人かわいいファッションや綺麗にカジュアルを発信しています。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では早速始めていきます。はい、こちらはマルニのヒートテックのオレンジの分になっています。これめちゃめちゃ可愛くて、でも柄がすごく派手なんでどうしようかなと思ったんですけども、店頭で一番人気だったので思わず撮っちゃいましたけども、あのブラックとかブラウンとかに合わせるとめちゃくちゃ可愛いんじゃないかなと思ってこちらを選んでみました。こちらはヒートテックになってますので、発熱や保温、吸湿、放湿、抗菌防臭、ウルトラストレッチ、形状保持、風合いなどなどがすごく良くなっている商品なので、こちらインナーとしてもめっちゃおすすめです。はい、めっちゃ派手なんですけども、顔写りも結構いいので、ちょっとチラッと見せたりしながらコーデをしてみようと思います。次はこちらのマルニのスカートです。こちらは真ん中の方が細いストライプになっていて、下のがちょっと太いボーダー、腰周りもちょっと太めのボーダーになっています。はい、この辺が細いボーダーなのがやっぱ丸にっぽい感じなんでしょうね。はい、こちらは S サイズ買いましたけども、サイドにスリットが入っています。ここはちょっとセクシーポイントですね。はい、こちらもワンピースと同じでまあまあな薄手なので、結構薄いので、まあ、ちょっとこちらも工夫しながら真冬でも着れるようなコーディネートをしてみようと思います。はい、ボーダー自体は着たらめちゃめちゃ可愛いので、こちらも本当におすすめです。はい、こちらはマルニのワンピースになります。はい、こちらはブルーの S サイズを購入しています。こちら4990円がもうなんと3990円になってしまいました。はい、そしてこれ S サイズなんですけど、結構着てみてもちょうど良かったですね。で、真ん中の方がちょっとピンクのボーダーになっていて、ちょっと40代50代にまあチャレンジャーなボーダーなんですけど、結構首元とかもブラックなんで、着てみたら案外大したことないなって感じだったんで、こちらは出たおすすめできるなと思います。素材としましてはアクリル 40% 計 30-35% ぐらいと、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンとなっております。結構こう伸びますし、一番困るのは結構この冬なのにまあまあな薄地の素材なんですよね。それがちょっとどうかなっていうところですね。はい、こんな感じでまっすぐなストレートのラインのワンピースとなっています。こちらのマルニ着用してみました。 M サイズなんですけど、肩幅とかはちょうどいい感じですね。ここでタートルネックもこちらちょっと折り返してみましたけど、首元も隠れてめっちゃいい感じです。で、薄手なんですよね。極暖よりもちょっとサラッとした着心地で、ちょっと薄手でめちゃくちゃあったかいっていう雰囲気はしませんけど、その分軽いですね。はい、サラッとした着心地なのが気持ちいいので、上にセーターとか着てみたら可愛いんじゃないかなと思います。はい、これでやってみました。こちらはこの派手なインナーにヒートテックのマフラー、そしてコーデュロイのジャケット、そしてこのジャンパースカートのネイビーに合わせてみました。はい、めっちゃこれも可愛いです。これちょっと寒いんですけど、これをまくっちゃってこの可愛いインナーを見せてあげるっていう技に出てみました。
そしてこのマフラーを取ったらですね、これヒートテックマフラーなんですけど、このあのまたマフラーの動画撮りますので、ぜひチャンネル登録お願いします。そしてこのマフラーを取りましたらば、めっちゃ可愛いんですよ。はい、こんな感じでこうめちゃめちゃ可愛いと思いませんか。こんな感じでこのジャンパースカートが結構深めのラインになっているので、すごくこのハイネックじゃないわ、このタートルネックのこの柄が効いてると思います。でこれのコーデュロイのこのワインカラーが締めてめっちゃ可愛いです。こちらも多分在庫あると思います。めちゃくちゃ可愛いですよね。これにこのヒートテックの赤のマフラーを差し色にしとくと、もうどうやっても可愛いなと思います。めっちゃ可愛いでしょ。はい、ぜひこちらおすすめです。こうカジュアルでもすごくこの柄のインパクトが効いていてめっちゃいいと思います。はい、ではこちらも参考にしてみてください。こんな感じになります。脱いだ感じはこんな感じになっています。はい、これもめっちゃ可愛いですね。はい、こちらはマルニのこのインナーに黒の GU のモフモフの何やったっけ、モフモフのカーディガン、そして GU の昔のスカートに合わせてみました。上下黒で、そしてここにビビットなインナーを合わせています。はい、こんな感じになります。はい、黒のモフモフがちょっとスカーフの派手なのを巻いたみたいな感じになって、めっちゃ可愛いなと思います。ハイネックで立ってるので首のシワとかも隠してくれるし、結構しっかりしてるのでいいですね。はい、こんな感じで黒に合わせていただいてもスカーフ代わりに、そしてこれとこれ着たらめちゃくちゃあったかいので、こちらもおすすめです。はい、こちら極暖のグリーンにスカートを合わせてみました。上は GU のニットメルトンコートです。はい、こちらもめちゃくちゃ可愛くできたなと思います。いかがでしょうか。極暖のグリーンがすごい鮮やかですし、めちゃくちゃ暖かいので、これ1枚でも結構いけると思います。はい、こちら極暖のグリーンと、そしてスカートのこちらのグリーンと結構あって、そしてこちらもそんなにお腹も目立たなくて綺麗だと思います。はい、やっぱ配色が綺麗なのですごく大人可愛いんじゃないかなと思います。はい、メルトンコートも高級にするので、今ちょっと割引が4990円になっていますので、ぜひこちらも検討してみてはいかがでしょうか。めっちゃ可愛いですよね。はい、こちらのコーデやってみました。こちらはシャイニーダウンにピンクのセーター、そして丸みのスカートに合わせています。こんな感じになっています。めちゃくちゃピンクのセーターが入って可愛いと思います。そしてこちらの丸みのスカート、サイドにスリットが入っています。めっちゃ可愛いです。で、生地は薄手なんですけども、今んとこペチコとか履いてない状態でこんな感じになっています。はい、 S サイズでも、ま、伸びがいいっていうかニットなんで全然着心地は楽です。はい、でシャイニーのこのカラーとピンクと、そしてこのしましまのピンクとかブルーがめっちゃあって可愛いと思います。ぜひぜひこちらの方でも参考にしてみていただけると嬉しいです。これはめっちゃあざ可愛いと思います。はい、こちらはユニクロのダウンに GU のカットソー、そしてこのワンピースを合わせてみました。めちゃめちゃ白が効いていて可愛いなと思います。こんな感じです。
こちらは GU のカット数を合わせていまして、こちらも安いのにちょっとこのフリルがあってめちゃくちゃ可愛いです。このバニラカラーみたいなホワイトにこのリラックスダウンのカラーも合っていてすごく可愛いと思います。はい、でちょっとちっちゃなパールで合わせています。こちらは GU のピアスですね。このホワイトのピアスもめちゃくちゃ可愛いです。はい、でこのストライプがめっちゃ効いていてすっごく可愛く見えていると思います。このアラフォアラフィフでもこのコーデだとめちゃくちゃ顔色もよく見えるし、このストライプも可愛く着こなせているんじゃないかなと思います。こちらも GU のバッグでめっちゃ可愛いのでおすすめです。着心地はめちゃくちゃ楽ですし、 S サイズでそんなにヒップとかも腰回りとかも気になる感じでもなくてちょうどいい感じですね。はい、こちらはニットダウンにそして豆黒コースさんのシースルーのシャツを合わせています。こんな感じになります。はい、GU のニットのこちらのこう横がちょっと空いてるところがこのシマシマが見えてめっちゃ可愛いと思います。はい、こちらなんですけども、このネイビーのストライプとこれがちょっとマッチしてめちゃめちゃ可愛いと思います。でちょっと大人可愛いっていう感じでエレガントでもあるんじゃないかなと思います。そして脱いでみますとこんな感じでちょっとドレッシーになっています。このお豆黒ゴーチさんのこのシースルーのシャツが結構効いてるなと思います。これだったらちょっとパーティーとかに出てもいいし、普段使いのお茶会とかお食事会とかに使ってもいいんじゃないかなと思います。薄手のニットとこちらのシースルーに合わせることによってすごく高見えするんじゃないかなと思います。ちょっとポップな感じなんだけどちょっと大人のカジュアルっていう感じで綺麗ですね。はい、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。今回のマルニはどうでしたか？こちらのヒートテックはめっちゃ可愛いですよね。ちょっと全面的に出して着る勇気はあんまりないんですけども、こう襟元だけ出すとか手首の先だけ出すとかするとおしゃれにして可愛いんじゃないかなと思います。はい、そしてこのワンピースも薄手なんですけども、結構こう単色で合わせてもらうと可愛く着こなせるなと思います。でこのスカートも結構可愛いしスリットもあったりするのでめっちゃおすすめです。でもすでに1000円下がってますのでぜひゲットしていただければと思います。はい、この3つだったら買っても後で後悔しないんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん店頭で試着してみてください。アラフォーアラフィフ女性がプチプラで様になる大人可愛いファッションやキレイムカジュアルを発信しています。年内1000人の登録者数を目指しています。もうあと今年も少しなんですけども、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。では皆さん、寒いですけど元気であと少し頑張ってください。では次の動画で。ありがとうございました。